ちょっとね、忘れ、その実際に襲撃が来なくてもドキッとして緊張しちゃうんですよね。それがね、そう、そうですね、それがね怖いし良くないんですよ。やっぱりなかなかねリラックスできないですからね。体がだからかなり常に緊張しちゃってるんで、硬さが、うん、そう、身構えてるような感じで取れなくなってますよね。この関節が全体的にこうギクシャクしてるというか滑らかさに欠く状態ではありますね。もう早く伸ばせます。みちゃん、お母さん動けなくなっちゃったら困るでしょ。じゃあ手のひらやって、手のひら、はい、こっちの手のひら、あ、ふくちゃんがやってみちゃん、別こう、そう言われてお父さんの声うん、ね、やだまあ、でもだんだん柔らかくなってきてますね。さっきよりもかなり。ママって。わあ、すごい。思いっきり剥がしてやってください。気持ちよさそう。気持ちいい、すごい、もう元通りの体になったって。なんかね、鎧つけてるんだよ、背中に。うん、確かに、なんか鍋背負ってる感じですよね。コーラ背負ってる感じ。カメセニーの。カメセニーのコーラがね、いるんだよ。バキバキって待ってくれてる感じなんだね。じゃあよかったね。うん、本当に人間になれる。今人間になってるから、そう、生まれ変わったお母さんに会えるよ、まみちゃん。まだ人間？まだ人間じゃない。まだ途中だね。じゃあ何？人間？何？カメ仙人じゃない？今ね、もんちゃん、もんちゃん、うん、またカリカリ。何言ってんの？もんちゃん、今のおかしい。だってえ、今人間って、うん、で違うって言ったら、もんちゃんはなんて言ったと思う？じゃあ人間なーにって人間じゃん。ってまだ言うのちょっと踏んでみて、辛かったら言ってくださいね。はい、はい、膝の方はやらせてね。もうちょっと気持ちいい。気持ちいい。辛かったら言ってください。辛かったら言ってください。あやや、またち、あやや、またち、またち、鼻水落ちてこない？あや、またち、お父さんティッシュ取って、ティッシュ。あ、じゃあ、ママちゃん、今大丈夫、今大丈夫。顔つけてるからね。よだれがベロベロ出てくる。マクラ楽になりましたかね、高さ低くして。うん、もう楽になりました。抱っこ。あ、太ももが結構きますね。うん、気持ちいいよ、気持ちいいんだけど。マミちゃん真似しないで、絶対。この下で行くと絶対危ない、痛いところに入る。リラックスしてるところに、なんか、そうなの、あの、要は身構えてないから余計に怪我につながりやすいんですよ。もう骨折れるんじゃないか。確かに靭帯切れたりとかね、危ないですよね、損傷がね。注意してる時は採用は取れるんですけどね、注意してない時だともろに弱いところに入っちゃったりするので。うん、何回かありますよ。今もう重さも結構あるしね、勢いもあるからやっぱちょっと危ないですよね、本当にね。危ない、なんか鉄球飛んでくるみたいな。分かってくれないからね、もうちょっと分かるようになったらいいんだけど。うん、ねえねえ、お父さん多分ね、自分で思ってる以上の力を持ってるからね。勢いがね、勢いついてるからね、激しいですよね。早い早い。確かに早い。
この辺なんかもなんか、ジャンプとかさ、なんかもう、この辺もなんていうんですかね、なんて言えばいいんだろう、こうすごくね、ぎくしゃくというか、ギリギリというか、全然なんかやっぱり。あの悪くなってる、油が切れてるというか、なんかスッと動かないで、すごくこうガタガタしてる感じがありますね。おもちゃなんて見るだけだから、見るだけだ、引っかかってるもんね。うん、そうなんですよ。全部が揺れてる感じならないんですよね。ブロックされてるというかね、途中途中で、時間差で違う。そう、引っかかって後からね、出てますね。出てる。そうなんだよな。寒い。みんな友達が落ちくれば。ひじゃひじゃ。よいしょ、もうじゃなくていいの、ももちゃん、ここに来てもわがままばっかねえ、わねえ、ママどうなんだろう、ねえ、カフェの見せて、あげん、お母さん大丈夫、大丈夫ってマミちゃんが大丈夫って言う立場じゃないよ。マミちゃんが大丈夫じゃなくさせてるよ。すごいな。カフェとでも舞台のことを思わず笑ってしまう人だらけで、ねえ、やめて、話して、私を見てって感じですもんね。言わなくてもわかるでしょ、でも構ってくれない場合はね、私見てって思いっきり言うもん。本当に言うのか。言うよ、言うね、言うよ、言うよって言うだよ。ねえ、やめて、お父さん言うよ、はっきり言うからね、わざわざ、あなたが抱っこしろって言ったね。危ないな、それも。やめて、体壊れそう。いや、なんか私よりもお父さんの方がもうすっごいあれだよ、机の上からジャンプでベッドのところに、で、お父さんのところに移動して、うわー、息止まるね。死ぬんじゃないかな。本当に死が待ってる感じするね。本当に。いや本当に笑い事じゃなくてって感じですよね。確かに、でもお母さん笑ってる。笑うけど。自分じゃないから笑うけど。だってお父さん。言われてるわよ。ロボットみたい。ふくちゃん、映さないでよ。ほら、音じゃなくて、お父さん。音は音だよ、私は。声が出ちゃう。いやでもまあ結構いろんミスいろんできちゃう。わかります。ここついてますね。これ痛いね。痛い。ギブアップ。これ痛いな。背中がね、やっぱ丸くなった分、肩甲骨がもうこう外へ開いて癒着が起きちゃってるので、剥がれないでしょ。そうなんですよね。いるいるって感じか。膝このままにしてて、お父さん膝ままにしてて。うるさいな。よくやってますね。私だったら無理。私だったら。いやさ、書いてるな。そう。お母さんだったらもう無理だね。ね、ね、ね、しーちゃん書いて。俺なんでも無理で。だって俺一回マミちゃんがね、あのこう引き出しみたいなの置いてあるところあるんで、そこからジャンプしてベッドに来て俺の足にね、あのね、もう。
もうこうあれまびちゃんの足がね、あの乗っかりそうになってきたから、めっちゃ怖かった。そうだよね、怖いね。よかったね、当たらなくて。でも、結構びっくりしてたけどさ、めっちゃ怖かった。ね、二人とも怪我するようなことになっちゃうかもしれないしね。子供同士だとね。ちょっと折れるだけじゃないわよ、本当。当たり所悪いとね、子供はやっぱり大人よりね、やっぱり弱いし怖いですよね。怖い。本人は平気だと思う。マミちゃんが怖い。毎日のことだからかなり強いんだと思う。鍛えられてるし、ただこう着地もうまくなってるし。